ライブ配信中になりました。YouTube とそれからなんだ、インスタとそれから Facebook3 つで配信しております。初めてのあれなのでよろしくお願いします。コメントの方よろしくお願いしますね。ではですね、この勉強会です。サトシ級のリッパケアのある程度分かっている人向けの勉強会になります。今日は、ちょっと難しい話になるんですけども、高湿浸透圧の話になります。高湿浸透圧っていうのがまず最初に浸透圧からのお話になります。で、じゃあ浸透圧って何なのって話になってくるんですけども、こういう筒があってですね、まあここ筒があって、ここに半透膜っていって、まあ、例えば簡単に言うと、まあ、お塩、水がもう入ってるわけですね。水が入ってるんで、塩分が通りに抜けないような半透膜っていう、半分透明の膜とかいて半透膜というものがあります。この半透膜の中に塩分成分をこっちに塩をバラ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 っとこう塩 NaNaCl ですね、塩を入れてあげるとどうなるかっていう話になるんですけども、そうすると、こちらが濃い状態、こっちが薄い状態になります。こちらが濃い状態、こっちが薄い状態になりますから、この半透膜、塩はこっちに行けない、そして水はこっちに行けるっていう状態になると、こっちからこっちに水が流れていくということになる。こっちからこっちに水が流れていくという形になって、ここの圧が、高さが高くなると、でこっちが低くなるっていうのが、これは浸透圧による水の変化になります。これなぜ起こるか、どっちからどっちへ流れるかって話になるんですけど、これは簡単な話で、ここに膜がないとすると何が起こるかっていうと、濃い方から塩は薄い方に行って一定になろうとするし、薄い方からは水がこっちにずっと流れていって均一化するということになるということです。わかりますね。水は濃度っていうのは中で一定になろうとするので、こうブラウン運動かな、バーッと動いて水が均一化しようとするということです。そしてその中でこれが半透膜になるとどうなるかっていうと、これ半透膜になって、半透膜がここにあります。ここに半透膜があって、こっちに塩分濃度が濃いわけですね。塩分濃度が濃いわけです。で、水はこっちは水なので水が薄いんですけども、これとこれが混ざり合おうとすると塩分はこっちに行こうとするんですけど、こっちに行こうで、水はこっちに行こうとするんです。両方の水分がこっちに行って濃度は一定に保ちたい、塩分がこっちに行って一定に保ちたいという話になりますから、塩分がこっちに行こうと思っても妨げられるので、水分だけがこっちにピーッと動くことによって圧力がかかると。あれ？ライブが終了しちゃったよ。県の方ですね、Facebook の方でもやりますので、インスタの方を続けてやっております。すいませんですね、どうもライブが、Facebook の方ができませんです。はい、ということで、続いてやっていきたいと思います。ライブができません。はい、で申し訳ありませんが、コメントこちらにお願いします。はい、では元にですね、で水の方からこっちの NaCl とか、まあ、水がこっちに移るというのが普通の浸透圧のお話になります。普通の浸透圧になります。
この浸透圧が、高質浸透圧、まあコロイド浸透圧っていうんですけども、まあ水分を含んだ水の状態ですね、コロイドっていう高質タンパク質水分を含んだ状態だとどうなるかって話になるんですけども、これも同じことです。これも、血管という半透膜があって、こうあると血管という半透膜があって、ここから、こちらが結晶として、こちらが血管外の間質液としましょうかね。で、血管内結晶ですね。血球の固定成分を除いたもの、固形成分というのは赤血球なんですけども、除いたものは結晶と言います。この結晶の中にアルブミンというタンパク質がいっぱいあります。アルブミンというタンパク質がいっぱいあって、でこちらは、結晶成分なんですけども、アルブミンが少ない。アルブミンこっちいっぱいあります。とどうなるかっていうと、アルブミンが多い方に水がの圧力がかかるということになります。そうすると水圧が変わりますので、この高さが高質浸透圧分、圧差分ですね、こちらの間質リンパで、こちら、結晶ですね、まあ、血液と思っていただいてもいいんですけども、結晶成分ですね。間質リンパから水がこっちに戻ろうとする力が働くということです。ところが、血管壁を通して実は水はこっちに出てくるんですね。結晶成分っていうのは要するに血管壁を通して出てくるので、何が起こってるかというと、血圧がかかってます。血圧が上から血圧という形でグイーッと押してるので、圧力が、水の位置がグイーッと押されて、ここまで来ると結晶は、高質浸透圧はこっちからこっちに向かってるんですが、こっちからこっちに水分と、あと、まあ、水分以外のものもこうバーッと出てくるという形になってるということですね。ところが、静脈側、毛細血管の静脈側に行くと、逆に同じ濃度でもこの圧力がちっちゃくなる。で、圧力がちっちゃくなってくると、今度はこっちに流れ始めるというのが高質浸透圧のお話になります。高質浸透圧のお話になります。これが、実際の毛細血管で書くとどうなるかというと、毛細血管があります。毛細血管があって、でこの中は赤血球がいっぱい通ってる。で、動脈側は圧力が高くて、こっちは動脈側ですね、まあ心臓側、両方とも心臓でしたね。こっちは動脈ですね、動脈細胞。こっちは静脈細胞になっているということですね。動脈っていうのは圧力が、まあ、例えば血圧が120の80とかいう感じになってるんですけども、まあ、毛細血管になると圧力が非常に低くなってきて、静脈になると、一番、低いところが心臓ですね。これが、僕ら水で覚えてるんですけども、10センチ水中っていう形になります。で、ここが咳込みますね。はい、で、ここがですね、よろしいですかね。YouTube、インスタの方でもやっております。インスタが、なんだ？僕のアカウントがわかんないかな。また、録画して、行いますので、申し訳ないです。はい。ということです。
はい、では、この静脈サイドから、静脈サイドから、ここ、動脈側の圧力が高いところから、間隙が外にビヨンビヨンと出てきます。そして、薄いところから、こう、入ってくるという形になるんですが、で、ここから出てきたところが、いわゆる、ここに細胞があるわけですね、細胞が。細胞、筋細胞、まあ、筋細胞ですね。大体あるのは筋肉の細胞がこう。で、細胞があると。筋細胞があって、ここに、まあ、ここに間質という場所があるんですね。空間があるわけね、間質。間質という空間があって、まあ、間質はこう繊維質で満たされてて、細胞と細胞の間も間質。ですね、細胞外マトリックスというんですも間質に満たされているという形になります。でここが筋肉はこういう繊維質に囲まれていると。でここも繊維質です。でここは筋肉の周りは密な繊維質になっててっていう話になっているんですね。で ここから血圧で出てくる。で間質があって、間質はこうからこうなってくって、ここの間質、もうぐちゃぐちゃですね。すいません、ぐちゃぐちゃになってます。ビヨン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 、これがですね、うわ、バタバタします。はい、すいません。よいしょ。斜めになってしまいました。はい、すいません。いろいろね、あっちこっちやってるとね、なんだかうまくいかないですね。はい。です。はい、で、間質から入ってきたものがですね、間質に入ってくるんですけども、ここの問題はここの静水圧というのがある。静水圧。静水圧っていうのは何かって話になってくるんですけども、例えば、まあ、ここの圧力ですね。ここの水の圧力です。で、静水圧っていうのがあって、この静水圧が、まあ、その、と、ここの間、この静水圧って言っても、静かな水の圧力と書いてあるんですけども、変動します。実は、動脈、毛細血管の中にも静水圧があるということです。で、毛細血管の中の静水圧ってのは何かというと、どちらかというと、こっちの毛細血管の静脈側に静水圧がかかります。で、どういうことかというと、これちょっと難しい、非常に難しいお話になるんですけども、こういう水があって、水の中に僕たち人がいると、深いところには圧力がかかっている。この圧力は壁にもかかっているんですね。壁にもかかっているって話になります。で、この、要するに ここの間の圧力のことを静水圧というんですけども、この静水圧の関係で、この静水圧と動脈圧と浸透圧の関係で、ここの水分がぐるぐると回るということになってて、まあこれがですね、筋肉が拡張するときにここからザーッと出てきて、また
筋肉が収縮するとき、硬くなったときに圧力がかかるということと、むくみが起こりやすい原因としては、この血管内のアルブミン値が低くなる、低栄養ですね、アルブミン値が低くなる場合が一つです。で、これは 何かというと、まあ、アルブミンが低くなるという低栄養と、もう一つは肝臓が悪い場合ですね。と、もう一つは、どんどん尿から出ていく腎障害によって、血管内のアルブミンが低くなりますと、ここの放出心と圧の差がなくなりますから、ここに水が溜まりやすくなるということがあると。もう一つが、ここの生水圧、血管内の生水圧が非常に高くなった場合。これは何かというと、静脈束の話になります。人間がいるとこうあると足から心臓に向かって静脈圧が毛細血管静脈圧から心臓の静脈圧になって、心臓の周りの静脈圧が毛細血管静脈圧よりも低いことによってこうあるんですけども、この辺の間質液にも生水圧がこう重力によってかかってきますので、そうするとこういうふうに全部に生水圧がかかるという形になってきて、そしてここの動脈束と静脈束の差が少なくなると、この生水圧によってこっちに流れにくくなるということが起こるということですね。これが結構むくみの原因になったりします。わかりますね。静脈自体も生水圧がかかってきますし、この体のそれしたし間質液にも生水圧がかかってきて、これが、こちらに戻りにくくなる、差が少なくなるという形になると、両方にかかりますから差が少なくなるという形になります。血管自体の生水圧もかかってきますということですね。で、お風呂なんか入るとここの生水圧が高くなります。ここの外からの生水圧力が高くなって、血管内に入りやすくなるということになるわけですね。ちょっと難しい話になってくるんですけども、静脈もここの心不全なんかが起こると、ここが送り出せないわけですから、ここの圧力が高くなる、ここの圧力が高くなるとこっちの静脈束の圧力も高くなってですね、でそうするとむくみが起こりやすくなるということです。で、むくみの原因としては それプラス、まあ、さっきのなんていうのかな、まあ、例えば宇宙飛行士なんかは足にあった分が重力がなくなりますから、今度顔がむくんだりすることがあるということですね。そういうふうに、重力によってバラバラの圧力がかかるっていうことは、体でそういう機能があるんですけども、むくみやすい人っていう人はそういうふうになってくる、まあ、寝転んで酒飲んで酔っ払って、ね、寝転んでるとむくみがあったりっていうのもそういうことになります。で問題は、何かというと、もう一つリンパの問題ですね。リンパの問題は、リンパ管は毛細リンパ管がどこにあるかというと、ここの外側です。外側の神秘内に、毛細血管、まあ、筋肉の間にもいっぱいあるし、こっちにもあるんですけども、ここの神秘内に毛細血管がこうあると。で、毛細リンパ管です。毛細リンパ管の弁がこういうふうにありますということですね。この弁がこの筋肉についてて、筋肉が収縮することによって弁が開くという形になります。で、さっき言った毛細、浸透圧の関係なんですけども、浸透圧の関係なんですけども、こういう浸透圧がかかっていて、ごめんなさいね、こういうふうにあって、半透膜が壊る、血管膜が壊る。で、こっちが血液ですね、こっちが血液で、こっちが間質液になってる。
で、この時に、マッサージした時にどうなるかっていう話になります。マッサージした時にどうなるかって話なんですけども、要するに、この血液とこうあって、ここに水がいっぱいになりました。マッサージするとここに圧力をかける。ここに圧力をかけると、こっちに水は流れるんですね。こっちに流れます。圧力をかけたんだからこっちに流れる。で、この水は圧力をかけたときは絶対に、ここからちょろちょろとこっちに、リンパ管に出るようになってるんですが、ここに圧力をかけたときは、周りに圧力をかけると、ここの弁はビシッと閉じるわけですよ。閉じてこっちに行った場合、今度圧力を抜いたときは必ずこっちに戻るということですね。で、ここのさっき言った浸透圧は、このコロイドだけではなくって、タンパクだけじゃなくって、その、なんていうのかな、白血球とかいらない、こうドロドロしたものがいっぱいあると、ここの浸透圧が上がります。要するに、ドロドロが、ここの、まあ、ここにあると思ってるね。このドロドロが外に排出されれば、浸透圧は低くなってくるんですね。この弁が。だから、外に圧力をかけた状態、マッサージによって、水分は、マッサージによって、水分は、血管内に戻って、一時的にむくみは取れるんですけども、ドロドロしたこの辺の汚物は絶対に血管には戻らないので、この汚物がはここの蓋を開くしか流れていかない。この蓋を開いた時に汚物がダーッと下水に流れ込んで、初めてここの浸透圧が低めに保てるということになります。低めに保てるということになりますということです。なので、その汚物がいかに流れていくかっていうことが非常に大切になるということですということです。という形で、浸透圧で、我々のやってるリンパケアっていうのは、ここに圧力をかけない外側ですね、要するに血管の外側の間質の上水圧を上げないということ。上水圧は、血管外の上水圧は低い方がいい。で、上水圧を低くしましょうというのがリンパケアですね。上水圧が低い状態が筋肉が柔らかい状態に、静水圧ですね、ごめんなさい、静水圧が低い状態がリンパケアとして非常にいい状態になってきますと。静水圧ですね、ずっと僕これ上水圧だと思ってて、静水圧ということみたいです。で、この静水圧をかけた場合は、弁はリンパ管の弁は閉じるということを思っておいてください。まあ例外としてはですね、まだ水圧、外側の水圧です。マッサージではなくて、水圧に関してはずっとかかり続けるので、まだいいんですよね。まだいいんです。なので、お風呂なんかは血流も良くなりますし、っていうことですね。で、このアルブミンが外に出やすいものに関して、アルブミンがここから流出しやすいものに関して、炎症があります。血管透過性って言って、ここの穴がガーッと大きくなることがあります。炎症の時に血管透過性が良くなりますから、タンパク質は非常に出やすくなって、ここでタンパク質、アルブミンだけじゃなくてグロブリンですね、タンパク質の で6割がアルブミンですね、他の4割ぐらいがグロブリンっていう、こう免疫に関わるものですね。グロブリン、ガンマグロブリンとかいろいろあるんですね。グロブリンですね、IgA とか IgG とかというグロブリンになります、G がね。で、それが、外に出てくるという形で、炎症の時はそれがグロブリンが免疫の役割をすると
いうことになります。いわゆる結晶とかね、結晶とか言われるものになってくるという形になります。ちょっと難しかったんですけども、まあちょっとトライとしてですね、佐藤式っていうのは、静水圧をいかに、筋肉を柔らかくして膨らまして静水圧を低めに保って、また低いまんま筋肉が収縮することによって、まあ筋肉の圧力によってこれがリンパ管に入っていくということですね。だから変動はあります。筋肉が収縮、弛緩するときにぶわっと広がる、また筋肉が収縮するときに圧力がかかる、これの繰り返しによって筋肉が拡張するときに出てきて、また収縮するときにリンパ管と、ここですね、これでいうとぐっと収縮するだけ圧力がかかったときにここの弁がピカッと開くということです。ここでドロドロのものがビューッと出ていくことによって、ここの浸透圧ですね、静水圧が低くなるということになってくるということですね。それがすごく大切なので、またちょっと手際が悪かったので、また、やり直しをしたいと思いますし、その動画をまたアップしていきたいと思いますので申し訳ないですけども、まあそんなところで、まあ簡単にも簡単にですけど、まあまあ初めてのちょっと難しいお話をさせていただきましたので、そんな感じで、またやっていきたいと思います。どうもありがとうございました。こんなところで終わります。どうもじゃあねー、バイバイ。バイバーイ、バイバーイって感じですね。